お元気ですか？ペルシアンと申します。本日の夕飯はですね、こちらでございます。こちらはですね、和風チャーハンでございます。いつもね、チャーハンの動画上げてるんですけどね、今回はね、あえてね、和風でね、作ってみました。で、こちらはですね、鶏もも肉とですね、キャベツを加えてね、卵はですね、これ親戚からもらったね、だし巻き卵を使ってね、作ってみました。で、味付けは塩コショウと醤油と、隠し味に本だしをね、パラパラとかけてね、作ってみました。だからね、今までとは違うね、チャーハンでございます。で、こちらのね、卵スープでございます。こちらはね、完全な和風スタイルでございます。本だしを使いました。で、お酒はですね、焼酎のサイダー割りでございます。で、皆様に一つね、お知らせがございまして、ちょっとね、今日は最近ね、暑くてね、食欲もね、あんまりね、ないのでね、1日か2日ね、料理動画をね、休む機会をね、あると思います。まあ、理由はね、お金がないからだというちょっとも理由でもあるんですけどね、やっぱりね、最近ね、食パン一つぐらいしかね、食べる気力がなくてね、これで、あとは仕事のね、忙しさにね、参ってしまうことがね、ほとんどでございますのでね、料理動画をね、しばらくね、1日か2日ね、お休みすることがあると思います。その分ね、ライブでね、頑張りたいなと思っていますのでね、よろしくお願いいたします。ね、皆様ね、私みたいにならないようご注意ください。ちゃんと頑張ってね、やりますのでね、私は大丈夫でございますよ。またね、プロ野球チップスカードやね、プロ野球カードはね、7月の30日に、再開いたしますので、もしね、お楽しみくださいませ。明日は火曜日でございます。ね、何度も言っておりますが、体調管理やね、怪我ね、あとは病原菌、食中毒、日射病、あと天線などね、お気をつけてね、頑張ってください。私みたいにね、ちょっとね、参っております。夜もね、暑いでございます。もう座ってるだけでね、もう汗がダラダラでございまして、もうシャワーとか風呂がね、欠かせないで、もう欠かせないです。もうね、汗かくとね、蚊が寄ってくるしね、蚊とかハエも寄ってくるしね、ちょっとね、参ってしまいますので、私みたいにならないようにね、ご注意くださいね。あとはね、ライブでございますが、7月の21日のね、14時前ぐらいに、ライブをね、やりたいと思いますのでね、もしよかったらね、遊びに来てください。よろしくお願いします。21、22、23、24のね、4日連続のね、ライブをやります。ね、ちなみに木曜日の方は、ね、深夜ライブでございますのでね、よかったらね、深夜でもね、起きてる方は、遊びに来てください。よろしくお願いします。以上でございます。久しぶりのね、深夜ライブでございます。はい。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。